都庁前駅は、東京都新宿区西新宿2丁目にある、東京都交通局大江戸線の駅である。道線の起点駅。駅番号は E28。駅名の通り、東京都庁舎の前にあり、最寄り駅となっている。道線が6の字型であるため、光が丘方面と環状線との接続駅で、新宿西口、飯田橋方面からの列車は当駅止まりとなる。 開業前の仮名称は、西新宿だった。その、西新宿の名称は現在丸の内線の駅名に使われているほか、大江戸線でも、西新宿五丁目という駅名の一部となっている。当駅は、改作工法により施行したもので、地下3層構造、施行延長443メートル、平均掘削幅32.7メートル。 平均掘削深さ21.8メートル、路面復興14,500平方メートル、掘削土量28万4,000立方メートルにも、及び、大規模な工事となった。当駅、光が丘寄りの引き上げ線部は、駅改作工事とは別工区となる、都庁前駅西新宿五丁目間のシールド掘削と、同時に施行し、シールドマシンにより引き上げ線123メートルを、 施行した。方面別の島式ホーム2面4線の地下駅であり、1番線と4番線、2番線と3番線をそれぞれ、複線扱いとして使用している。大江戸線の項でも触れているが、道路線の運転系統は、光が丘から当駅を一旦通り、六本木、大門、両国、飯田橋を経由し、再度あたり駅に戻ってくる。 そして折り返し同じ経路で、光が丘に戻るという6の字で運行している。すなわち、飯田橋、両国方面から来た電車はすべてあたり駅止まりの折り返しとなり、光が丘方面との相互直通は行っていない。これは、車両の向きが反転することにも関係している。飯田橋、両国方面への折り返しは、3番線降車ホームに到着後、 光が丘方の引き上げ線に改装し、2番線ホームに入線する形で行っている。六本木、大門方面と飯田橋、両国方面及び、当駅止まり校舎ホームと練馬、光が丘方面は、それぞれ同一ホームで乗り換えができる。一方、六本木、大門方面からの乗客が、飯田橋、両国方面へ乗り換える場合及び、飯田橋、両国方面からの客が、 六本木、大門方面へ乗り換える場合は、一旦階段、エスカレーター、エレベーターを使って、ホームを移動しなければならない。かつては、東京都交通局総合案内所や、定期券発売所が設置されていたが、共に廃止された。東京都庁舎への出入り口が設けられているが、2004年4月から2008年8月までは、テロ事件を理由に閉鎖されていた。出入り口は、 平日の都庁業務時間内に開放される。大江戸線が大型20メートル重量編成での運転で計画されていたときは、現在の光が丘方面と六本木、大門方面のホームを東西に、飯田橋、両国方面のホームを南北に設置するという L 型二層構造の駅として計画されていた。都庁前駅、つむ管区の所在駅であり、都庁前駅、つむ区。 練馬駅、つとむく、市ヶ谷駅、つとむくを管理している。2020年度の1日平均乗降辞任は34,114人で、ある。開業以来の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下表の通りである。当駅は、新宿高層ビル群の中にある。都庁第一本庁舎から A4、出口を出て、すぐのところにある。ありがとうございます。